はい、皆様こんばんは、こんにちは、おはようございます。早速ですが、今死のうと自殺をしようと思っている君へ伝えたい、言いたいことがあります。自殺をしようと思う。ただわかりますよ、苦しいから、悲しいから、怖いから、きついから、逃げたいから、わかります。辛い。ただみんなを、あなたを産んでくれたお父さん、お母さん、両親は腹を痛めてあなたを産んだ。あなたが生まれてきてくれて嬉しかった、幸せだった、笑った、嬉しいです。そんなあなたがなんで死ぬの。お母さん、お父さん、あなたが本当大事です。大好きです。愛してます。世の中にはおいしい食べ物、おいしい飲み物、ケーキ、お菓子、ジュース、おいしいよね。自分の大好物ないかな、あるでしょ、おいしい。ただ死んだらもう食べれない。何かを食べて、あ、おいしい、幸せって思う気持ち、もうできなくなる。伝えたい、幸せはいっぱいあるんです。あなたの周り、今はなかなか難しいと思う、見つけること。ただゆっくり今は待ってください。今は待ってください。楽しいです、世の中。幸せです、嬉しいです、感動します。いろんなことがあります。いろんなこと、幸せなことが絶対多いはず。楽しいことが多い、辛いこと、わかりますよ。ただもしいじめにやってる、そいつからいじめを受けてる、そんなんさ、そいつ嫌だったら付き合いやめればいいし、職場でいたらやめればいい、その仕事。だってあなたの人生一回きりだから、伝えたい、あなたの人生一回きりです。あなたは幸せになるために生まれてきた。あなたは幸せになるために生まれてきた。だから生きて、絶対死なないで、自分で生きて。あなたは大切です。あなたは大事です。あなたの存在、本当貴重です。みんなあなたが大好きです。それは違うか。みんな好きじゃない。ただ一部の人でもいいじゃない。あなたが好きです。自分を愛してください。自分を大事に。あなたの命一つ。じゃあ今からあなたが死んだ時、悲しむ人いるでしょ。俺も仮に大事な人が亡くなったら相当きつい、悲しい。だからそんな思いをさせないでほしい。友達に、家族に、親族に、愛する人に、彼氏、彼女、大事な人、おじいちゃん、おばあちゃん、みんなあったかいよね。まだ待ってくれよ、待ってください、生きてください。大事だから、あなたの命大事だから。幸せです、あなたは幸せです。五体不満足じゃない、五体満足。食べる、見える、感じる、いろんなことがあるよ。楽しいって、楽しい。ちょっと待って、とりあえずさ、マック食いに行こうよ、ハンバーガー食べに行こうよ。今から一旦落ち着け、一旦待とう。とりあえず飯行こうね、飲み行こう、タバコ吸おう、何でもいいよ、楽しいって。うん、ちょっと待ってください、よろしく。